え、瞳マジでディオールの匂いだから。瞳ね、ディオールの匂いしますからね。え、めっちゃいい匂い。あの瞳はね、レッスンでもいい匂いする。本当に。で、アンナはシャンプーの匂いがします。アンナはシャンプーの匂い。もう香水とかつけなくても、髪からアンナはいい匂いがする。リサもいい匂いする。なんか、アンナはマジで女の子の匂いがしますね。つける子もいるけど、つけない子もいますね。そもそも香水を持たない子とかもいるから、香水全員がつけてるわけじゃないね。つけてる子もいるけど、アミーニャもつけてると思うし、って感じかな。マイカは無臭。マイカから匂いしたことないんだよね。マイカ無臭な気がする。柔軟剤の匂いがするメンバーは、あ、キアラはね、いい匂いする。柔軟剤の匂いなのかな、わかんないけど、キアラはね、いい匂いします。なんか、もともとの匂いが、なんか、いい匂い。バブの匂いする。なぎさにもそれを感じてたんだけど、めっちゃバブなね、匂いするんですよ。よりは、よりも香水つけないんじゃないかな。あんま香水をつけてる姿は見たことないかも。よりも無臭に近いんじゃないかな。やっぱ香水とかつけない子とかは、やっぱその、翔子もね、無臭に近いかも。でも翔子自身の匂いがする。好きな匂いは、やっぱね、瞳のその、なんか私がね、使ってる、この、ディオールの、キャンドルがあるんだけど、これ大好きな匂いがして、これと同じ匂いがするの。ミスディオール、あーもう瞳の匂い。これがもう瞳の匂いです。めっちゃこれがね、ディオールの香水のミスディオールってやつなんだけど、これは瞳の匂いです。だからこのキャンドル焚いてる時は瞳の匂いが私の部屋からするんです。あ、花ちゃんも無臭です。そうだ、花ちゃんも無臭ですね。